来月の桃の節句を前に、佐賀市内で佐賀城下ひな祭りが3年ぶりに開催されています。今年で23回目を迎える佐賀城下ひな祭り、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった今回は、長古館や佐賀市歴史民俗館など市内15会場で開かれ、およそ5000体が展示されています。幅6メートルのひな壇に飾られているのは、明治時代に鍋島家11代夫人長子様が愛しんだひな人形です。佐賀藩の礼服である上下に使われた鍋島小紋で仕立てられたおひな様も、顔も違うしね、着物がいいな。地域に触れ合えるっていう感じで楽しいですよね。このほか市内各所ではさまざまなイベントも開かれています。佐賀城下ひな祭りは来月21日まで開催されています。